新興都市は中華人民共和国河北省に位置する地球市。著名な高級避暑地、北大河や観光寺山海間が位置する。河北詳細東部に位置し、南は北海湾に面する。東は遼寧省小,小足島市、南西は河北省東山市、北西は聖徳市となっている。古代の古築国の領域であり、戦国時代には、 炎国の両政軍に編入された。北大河のハスヨモギ山には、旗始め皇帝や歴代帝王が巡視した欠席があり、使命の由来となっている。1381年、主元将が明朝開国行進である、ジョトールに命じ、万里の長城の東端となる三階石城を建築させている。1644年、理事政率いる農民軍により明朝が滅亡。 大順が成立すると、山海館の首相であった、ゴース三景は新軍に基準、山海館を開いて、新兵を迎えた。これによって新朝は、中原の地に入ることになった。1898年には、新興東港東稿が開港。鉄道では、次列線も開通するなどの整備が進められ、市内の北大河新朝によって、中外雑居の避書地として公認された。 北大河は中華人民共和国成立後、中国共産党幹部の高級秘書地となり、北大河会議などの重要会議が開催されている。1971年9月北大河に別荘を、ユース林表によるクーデーター未遂事件では、計画が発覚した後に林表は、市内の3階関空港から、軍所有料客機に登場し、逃亡を図ったが、モンゴル内で、 墜落死する事件を起こしている。行政区画としては1948年に設置された昭和市としての旗切れ市を前身とする。翌年には新興投市と山海監市に分割され、後者は両政省の管轄とされた。1953年には山海監市が廃止となり、新興投市に編入。1958年に研究市に降格したが、 1983年に再び地球史に昇格し、現在に至る。四四つ区、に県、一時地県を管轄する。新興投資産海岸市新興投資新興投稿は、原油、石炭などの中国最大のエネルギー輸出港である。1984年に沿岸開放都市に指定されている。日系企業としては、太平洋、セメント、旭ガラス、 GMAX などが進出している。ありがとうございます。